前田事件は1905年11月発行の通俗宗教団第38号に掲載された論説を発端に当時のカトリック東京大司教区で起こった騒動である。ウィリアム・ヘンリー・オコンネル東京大司教区で最初に被災職に就いた日本人の一人であった前田長太は1903年6月より通俗宗教団という雑誌の発行を開始した。 この雑誌を前田本人は個人誌であり、教会とは何ら関係がないと述べているが、当時のカトリック教会では広く認知されていた。1905年10月29日、司教のウィリアム・ヘンリー・オーコンネルは、ローマ教皇ピウス10世より、明治天皇宛の新書を託され、親善施設として横浜へ到着した。この教皇施設の日本訪問後、前田は、 1905年11月発行の通俗宗教団第38号に日本社会と教皇施設という論説を掲載した。この論説の中で前田は仮想階級を対象にした事前事業を中心とする選挙事業のみでは不十分であり、知識人や上流階級を主要対象とする選挙を行うことも望ましいという考えを公然と主張した。さらに、 教皇施設の来日が日本社会の注目を集め、カトリック教会の社会的認知の向上に貢献した事実を評価するにあたって、今日まで同教宣教師たちが国政令に30年に及びても獲得することできなかったところ、施設閣下は来朝早々一挙にして、これを獲得したと断ずるにはばからぬものであると表現し、当時の日本における宣教活動を委託されていたパリ。 外国宣教会の年来の活動に否定的な考えも主張した。当時のカトリック教会では、神の前において、非戦貧富の差はなく、人の平等を解いていた以上、教会関係者の間では、仮想階級に対する宣教事業から上流階級を対象にした宣教事業に力を入れることに関して、これを公言することに遠慮する空気があった。そのため、前田の論説は、 教会内で非難の対象となり、前田を利教者とののしる者も現れたり、この論説を前田に無断のまま節約し、差し出し人不明のまま各地の宣教師のもとに送付されたりした。この件に関して前田は何者かが格索して、前田本人が翻訳文書を送付したかのように装った卑劣な行為として非難している。もっともこの翻訳文書は、 彼の論説を正確に付訳したものであり、前田の主張が曲げられているわけではなかった。ただ、各地の宣教師が前田の議論に対して反感を持つことを想定して行ったことには、疑いがなく、彼の信用失墜を狙った何者かによる意図的行為であったと思われる。岩下総一騒動になった後、前田は1906年1月発行の、 通俗宗教団第39号にて主張を撤回することはなかったが自身の不徳を浴びている。また、紙面の刷新を宣言して事態の収拾を図ろうと試みたが時すでに遅く事号が週刊号となり廃刊に追い込まれた。前田自身も1907年に減続した。この事件が当時関東地方及び中部地方の広域を管轄していた。 東京大司教区の教会関係者たちに与えた衝撃は大きく、前田の論説に、教会の現状に対する正しい把握が含まれていることを認めていた、宣教師や教会関係者も少なからずいたが、これ以降、カトリック教会では、教会出版物の検閲委員会の設置や、青年運動の低調化等を、前田事件のよはらしきものが様々な面で現れており、後々まで、 東京大司教区の教会活動に過根を残した。その後、1916年に岩下総一を中心として結成された第二次公共青年会の会長に山本信次郎が就任し、再び知識人活動や青年運動が盛り上がった。1866年12月25日、新潟県北神原郡、梶村に生まれる。 1878年4月21日、新潟において、司祭のドルワールより受選する。宣令名は、パウロ。1894年9月25日、都の丘金星と共に、カトリック東京大司教区最初の法人司祭に除解される。1901年以降、司祭のリニエール、ルモアヌラと協力して、分筆活動に従事し、数多くの論文。 著書を発表する。腰令、城北同士、城南同士、腰地の雪、石虎などのペンネームを使用した。1907年に結婚して被災職を離れ、1909年4月より外務省翻訳官となり、1916年4月1日からは、慶応義塾大学文学部哲学科にて、ラテン語及びフランス語担当の教授となった。 1939年11月1日、浦和市にて死去。月地剣道100周年記念号 84T ハット、父、山本信次郎伝、山本正著中央出版社154から 155P。ありがとうございます。